それはまだ魔女狩りが行われていた時代のことです。アルプスの小さな国の王子が狩りに出かけて怪我をしてしまいました。それを助けたのは雪のような銀色の髪をした一人の若い魔女でした。最初は魔女を恐れた王子も、彼女が心の優しい娘だと分かると次第に打ち解け、いつしか二人は恋に落ちていました。そして怪我が治ると王子は彼女を城へ連れ帰ろうとしますが、魔女である自分は妃にはなれないと彼女は王子の申し出を拒みました。嘆く王子に魔女は約束します。もしあなたが少尉殿、そろそろ降下地点です。わかった。もしあなたが魔女の力を欲するならば、いつでも力を貸しましょう。生まれた刹那光放ち、息を捨て畑の命は明日には起きられそうだな。すみません、姫様、私こんなの初めてで。ほら、なんとかは風邪ひかないって言うし。なのに。それだけ疲れておるのだろう。何しろたった一人で空母を沈めてしまったんだからな。はい。ドレスをお持ちしました。あ、どうぞ。失礼します。ドレス？明日この屋敷でパーティーが催される。レッドフォード卿の誕生祝いというのが表向きの理由だが、実際はそなたの働きを受けて今後の同盟国の方針を決定する会議が行われる。良い知らせを持って国に帰れると良いのだがな。やっぱり初めてで夜間効果は無謀だったか。工作員のローレンツ隊と落ち合うのは旧王と、だいぶ風で流されたっぽいけど。ええ、カイドウならまっすぐ行けばすぐよ。ありがとうございます。ああ、これ持っていきなさい。あ、いや、でも若いもんは遠慮しないの。なんだか申し訳ないな。僕はこの国の敵なのに。そこの母人、大丈夫か？あ、いえ、お気遣いなく。それじゃあ二人とも同じお屋敷で働いているメイドなんですか？はい、
休暇をいただけたので、キュートに住む姉に会いに行くところなんです。私もたまたま同じ町に用を言いつけられたので。ならばと。そうなんですか。車の運転もされているし、物腰も上品でお美しいし、てっきりあなたがお嬢さんかと。めっそうもない、私はただのメイドですから。そういうお兄さんはどちらからいらしたんですか。僕はそのツールズの出なんですが、長く外国に留学していて、ただ雲行きが怪しくなったので軍に志願しようと帰国したんです。じゃあ兵隊さん。いえ、実は持病があって検査で跳ねられてしまいました。情けない話なのですが。情けなくなどありません。それならば後方で支えればいい。銃を取ることだけが戦いではありません。エイルシュタットは小さな国ですもの。みんなができることをして手を取り合わないといけないって私たちのご主人様もおっしゃってました。はい、召し上がれ。そうか、僕はこの人たちと戦争をしているのか。敵の工作員の追跡？この前クーンツを呼んでいたのはその件なのね。ならどうしてビアンカさんを？そこにコノエは巻き込まないって。そうも言っていられなくなった。目撃された場所がまずい、うん、旧オートだ。まさかあの地下の秘密の間を？わからない。だが念には念を入れたい。そうでなければ彼が浮かばれない。ジーク？いや、フィーネ様たちも頑張ってくださっている。二人が戻るまでにこちらのゴタゴタはきっちり片付けておく。うわあ、お城がよく見えますね。部屋にお風呂がなくて申し訳ないですが、おっしゃってくださればお湯とたらいを用意しますので。すみません、飛び込みなのにいろいろと。ロッテのお友達なら大歓迎です。助かるよ。まさか君がお上の妹だったなんて。気にしないでください。こんな情勢で宿に泊まりに来てくださるお客様もほとんどいませんし、ゆっくりしてくださいな。ありがとう。王子がお城に戻り、月日が流れたある日のこと、突然王子の国に敵が攻めてきました。戦いに出た王子が瀕死の傷を負い、戦に敗れそうになった。その時燦然と現れたのはあの白き魔女でした。彼女は不思議な杖で瞬く間に大軍をなぎ払って国を救ったのです。そして短い幸せな時がありました。ですが王子は戦争で受けた怪我が元で亡くなってしまいます。嘆き悲しんだ魔女は王子の死を悼んで国の守護者になることを誓いました。そしてその命が尽きるまで国を守り続けたのでした。はい、お夕食の準備ができました。じゃあ旧王城は立ち入り禁止なんですね。みたいですね。私もよくは知りませんが。残念です。今は本物の白き魔女が国を守ってくれてるんだし、伝説の舞台のお城にちょっと行ってみたかったんですが。私もあの伝説は好きだ。結ばれなくとも愛する人のために守り続けるというラストが実にいい。真の愛情とはああいうものなんじゃないかって思うんだ。でもあのバイスエクセの物語には別の結末の話もありますよね。別の結末？初耳だが。あの時代に魔女がそう簡単に国や王子の側近たちに歓迎されたわけはないし、王子は実はすでに結婚していたっていう説もあって、はい、
お久しぶりです、ボーナムさん。おお、ロッテちゃん、大きくなったな。いつもごひいきに。ビールおかわりいかがです。お？不愉快だ。そんな話など私は認めない。失礼する。そんなこと言っちゃったんですか？まずかったかな。当たり前です。そんなお話聞いたこともないし、ビアンカさんは今活躍しているイゼッタ様の大ファンですし、何より何より、ああ見えてものすごく乙女なんですから。失敗した。ビアンカさん、恥ずかしがらなくても。いやあ、隊長、どうなされましたか？顔が赤いですよ。もしかしてお体の具合が？隊長の体調が変調なんて。報告を。はい、ここ数日聞き込んでみましたが、何人かはこの顔を見ているようです。捜索を続けろ。城の警備も厳重に。はっ。騎士。おい。すみません、そのヨナスという兵士が何か秘密を知っていたらしいのですね。そうだ。何か証拠が？奴は消された。国境付近に侵入した兵士に撃たれて戦死ってことになってるようだな。口封じ。おそらく俺はとどめをさせていない。見殺しにされたか、あるいは。旧王城にはずっとこの絵が張り付いている。少佐の読み通り、あそこにも触れられたくない秘密があるに違いない。手はずは整えた。決行は明日だ。お誕生日おめでとうございます、レッドフォード卿。おや、人違いでは？これは失礼。もし今日にお会いになりましたら、そうお伝えくださいな。受けたまわりました。二人とも少女ですわよね。今日のお知り合いかな。素晴らしい。ヘンリー殿下がお忍びで一目会いたいとおっしゃっていたが。お止めして正解でしたね。興奮して絶対ボロが出ました。旦那様、皆様お揃いでございます。始まるようだ。姫様。考えていてもしょうがない。私たちも踊らないか、イゼッタ。でも恥ずかしい。大丈夫。ここなら恥ずかしくないだろ。舞踏会を抜けて皆同じようなことを考えるものですね。こちらこそお邪魔をしてしまったようですね。我々は退散します。もしすまないとお思いでしたら、一曲お相手いただけませんか？私の連れはあまりダンスが得意ではなくてね。ご希望には添いかねる。ではあなたは？ご冗談を。こんな格好であなたの相手はできません。いえ、華やかなドレスよりも鋭い剣のようなあなたの魅力が際立つようだ。なんでだろう、この子どうしてこんなに気になるの？イゼッタ、
何をした？申し訳ない。彼女は君のファンなので思わずはしゃいでしまったようだ。エイルシュタットの白き魔女のね。やはり分かっていてか。そなた何者だ？おお、ここにいらしたか。レッドフォード卿、今日貴殿はこの客人を。あ、どうかなさいましたか？いや。でしたらお急ぎを。会議が終わりましたぞ。約束しましょう。必ず大統領を説得し出兵を促します。感謝する、スタンリー殿。姫様。聞いたか、アトランタが出兵してくれれば大きく戦局は変わる。そなたのおかげだ、イゼッタ。おう、じいさん、今日もかい？あんたらも毎日ご苦労だね。思ったより簡単でしたね。あのじいさんは俺たちが紛れていたのを知らないからな。嘘をつく必要もないから疑われにくい。結局あの後あの人とはちゃんと話ができなかったな。そろそろ教えろ。あ、少佐はここに何があると思ってるんだ？それは魔女の秘密の部屋。そう呼ばれる場所がエイルシュタットの旧王城にあるらしい。何です？工房の収蔵品さ。白き魔女の墓に建てられたという伝説を持つ教会から発見された手記だ。当時の神父が書き残したものらしい。伝説とは異なる陰惨な結末が書かれているが、よく知られるおとぎ話よりよほど真実味があるな。白き魔女と再会した時、王子にはすでに妃がいた。国を救った白き魔女、王子の愛は全て彼女に捧げられたが、妃にとってそれは許しがたいことだった。王子が死ぬと魔女は妃に魔法の秘密を知られてしまい、力を封じられて敵国に売られた。そして白き魔女は異端審問という名の拷問にかけられ、最後には火あぶりに。後年妃が没して後、白き魔女を悼む、また恐れた者たちの手で魔女の秘密は城の地下に封じられた。鍵になるのは場所だ。魔女の力は使える場所と使えない場所がある。それが魔女の弱点なのですか？何なんだそれは。わかりません。でも動くな。君は。
デーレに連絡、出口を押さえさせろ。おい、自分がおとりになります。これを。だが、分かった。月が お前がゲールのスパイだったとはな。君がエイルシュタットの近衛だったとはね。降伏しろ。スパイに国際法は適用されないが、ゲールの情報を洗いざらい教えてくれるなら悪いようにはしない。ありがとう、ビアンカさん。でも祖国は裏切れない。君もそうだろう。まだ謝ってなかった。君の夢を壊すようなことを言ってごめん。そうだよね、物語はハッピーエンドがいい。たとえそれが真実じゃなくても。白き魔女の話だけじゃない、たくさんのおとぎ話や童話で悲劇の結末が書き換えられている。みんなどうしてそんなにハッピーエンドを信じたいのか、今やっとその理由が分かった気がするよ。多分悲劇は人が生きていく上で避けられないことだからなんだ。王子と魔女のように、君と僕のように。クライヒ、魔女の力、そのありえべからざる凄まじい攻撃力を目の当たりにしました。ゲール帝国の拡大は我がアトランタ合衆国にとって脅威ですが、あの魔女の力はそれと同等以上の脅威となる可能性があります。故に私は大統領閣下に以下のように進言をさせていただきます。一刻も早くこの欧州へ出兵し、そしてゲール帝国とエイルシュタット公国もろとも倒すべきであると。
ゼルンカイロン、モユ。あの場所ならイゼッタの勝利は間違いないでしょう。